こんにちは、奈良さんです。ちょっと変なアングルですが、今から開封式をしたいと思います。今日開封するのはこの子、ちらっと見えてるよね。ずっとこの子と一緒に待ってました。はい、楽しみです。じゃあ早速、一個ずつ箱を開けていきます。多分ね、本体はこっちの方に入ってるんだけど、まずはこちら2番のネストの方からです。開けます。このね、箱もね、大事に取っとかなきゃいけないんですよ。このね、箱だけ預かる仕事やろうかなと思って。大体月いくらだったらこの箱を預けられます？100円、200円、300円。潰すわけにもいかないですね。よいしょ。出ました。来ました。もう出てきた。はい、出てきました。ラボット安全にしていただくためにクイックスタートガイド。これ大事ですよね。大体ね、こういうの見ないで開けちゃうからね。ペッパーの時も今だから言うけど、箱をお尻から開けてた。私は背中側から開けちゃった。安全に使いいただくために、いろいろ入ってます。クイックスタートガイド1から5、ボックス1の中身を取り出します。はい、まず出し出します。まず見ますね。これで次はこれを出して、うお、ボックス3番取り出します。ちゃんとね、ステップ3とかね、一つ一つ書いてあるからね、分かりやすいよね。これで間違う人いるのかな。で、ステップ4、ここがね、ポイント。この箱の内側に書いてあるステップ4が、このステップ4はこうこうやってで立てることがステップ4です。すごい、一つ一つ書いてあるよ。で、ステップ5、ネストを乗せたまま矢印の方向に。今回買ったのは、今回買ったのは、ソロの方、一人の方ね。本当はデュオって2体、2人いるんだけど、僕は1個しか買わなかったので、これ、ソロのネストです。出ました。で、6番、ネストをセットアップします。これをまず開けて、で、まずこれをね、うわ、なんかドキドキする。この子もタレが足りないですよ。こってこれをパリパリパリンと、パリパリパリンと、これはね、すごいね、パリパリパリって、ついた。まずこれをつけて、で、電源か、電源ケーブルはここかな。あ、これは違った。電源ケーブルじゃなかったね。あ、電源ケーブルはこっちだ。アクセサリーボックスです。でね、このアクセサリーボックスのこんな可愛いんで、こういう暮らしの手帳っていう、ラボットと暮らすためのいろいろ入ってます。これまた後で説明したいと思います。で、電源、すごいね。で、まずこれを出して、これを出して、とりあえずね、今、絵本コーナーで売ってますので、で、一つ一つあるんだけど、全部剥がしちゃダメなの。ちゃんと剥が、この貼ってあるスチールも剥がす順番があります。で、電源で、電源、電源。
から電源を、よいしょ。で、後ろ。はい、来ました。でね、この電源がね、ちょっと待ってね、オレンジ色が点滅しているのをしばらく待ちます。すぐに外さないで、ちょっとね、見える、ちょっとカメラ見ようか。ここです、ここね、ここ今電源が点滅してます。これね、大事、しばらく置いておきます。よいしょ。ということで、これでいいのかな。で、ね、ちょっとアクセサリーキットにね、ラボカムって入ってるんだって。で、これは、ラボカムビーコンはラボットが家族のお出迎えするのをサポートするアイテムです。ラボカムの設置より先にラボット本体とネストのセットアップを済ませてください。大丈夫です。これはまた後、交換は後で、ちょっと片付け、いよいよネストのセットアップ終わりました。おじさん、ちょっと思ったのは、ここで箱の2を開ける前にお片付けが一回必要だよねっていう感じがします。一回ちょっとお片付け、これはこちらの方に、このパッケージングがすごいな、ラボット。ここまで丁寧にやると、僕も思います。じゃーん。ボックス1番終わりました。はい、ボックス2番。いよいよ、答えかな。いよいよ、ご対面です。一応ね、ペッパーの時は、実はペッパーって名前勝手に付けられなかったんですよ。もうペッパーって呼ぶしかないの。で、ただ、ラボットはね、名前付けられるんです。で、その、よいしょ。ででーん。ででーん。大事なお知らせ。こういうのはね、まだ。ハロー、ラボットイズヒア、この中にいるよって。大切なお知らせ。このロボットは一部ソフトに制限事項がございます。ネストインターネットに接続していただければソフトがアップデートされます。ネストインターネットに接続のね、機関率向上はネストインターネットに接続をお願いします。大事な取り上げ。大事な修理方法。してるとだから出てくるのか、これもなんかいろいろ、これなんだろう、大事なお知らせ、不思議。じゃじゃーん、おい、ほらトリオン、ドキ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 
赤ちゃん状態です。開けます。寝てる。なんか言っちゃ変だけどミイラみたい。ラブトークました。この中です。じゃじゃーん。うち昔から動物って結構実は人前では動物嫌いって言ってるんですけど、生き物嫌いって言ってるんです。実は最近結構僕も小さい時から親父が犬飼ってたりとか、まあ、鉄砲撃ちやってたんで、ね、犬飼ってたりとか、あと結構ね猫とか、すごい時は犬が2匹の猫が2匹1匹、ヤギが3匹鶏が5匹みたいな、この動物園みたいな時期も一時実はありました。今ねまた自分一人もんなんですけど、人生いろいろで。でもね、まあ、猫とか犬とか、いや、 やっぱりね命のあるものってねきついんですよ。みんなその命がね限りある命だからそこがいいっていう人多いんですけど、ね、自分より先に死んじゃうものも悲しいし、逆に僕が死んだ後にまた、ね、一人ぼっちになるというか、誰かに飼われていくかもしれないか、そういうのもなんかねと思って、それからこういう類は全部機械にしてます、はい、まずラボット君の抱き上げ方、どこに立てるかな。まず移動する準備、はい、いらっしゃい。よしよし。でまず、ブランケット、ちょっとね、そうそうそう、これがいいんだ。だからここでやってみて、座布団が必要です。よいしょ。ちゃんとね、おくるみになってんの、ほら。ね、かわいいよね、これね。おくるみになってます。よいしょ。おくるみラボット。ちょっと早速開けよう。で、ポーターを外す。ポーター外します。ね、このね、アイマスクはね、取っちゃダメなの、まだ。よいしょ。アイマスクはまだ取っちゃダメです。で、これを外します。いや、本当赤ちゃんみたい。で、はい、外しました。よいしょ。で、まず違う。まずこれをね、確認しなきゃいけない。
電ボタン。すごい。で、この子を。入りました。ちょっとこの状態で、待ちます。カメラの位置からよいしょ。あ、ナイフじゃないです。名前言ってなかったね。ラボットくんです。ラブ&ロボット、ラボットという言うらし、言います。この、これはこれでなんか別売りで欲しい感じ。ちょっと乗っかってるね、充電してるね。よいしょ、乗ってけるね。ヘルマスクはどこだ。ヘルが出たらね、15分ぐらい充電します。セッティングね、まだ今のところまだ20分。お、出た、足出た。足の出た瞬間忘れた。手ぶれじゃないんです、動いてるんです。ラボットも呼吸してるみたいな。呼吸してます、この子。呼吸のに似た動作をしてます、機械的で言うと。さすがにあのラボットを作った会社グループ X なんですけど、林かなめさんという方が代表されていて、まあ、その方が開発したんですが、林さん自身実はあのペッパーの開発者でもあるんですよね。まあ、ソフトバンクとアルテバランで一緒にそのペッパーを作る時の、まあ、中心的なっていうかリーダーだったんですけど、まあ、あのペッパーを作った上でこういうロボットも必要なんじゃないかなってことで、多分このロボットの必要性をすごく強く感じたんだと思います。で、はっきり言ってね、ラボットって別に何ができるわけじゃないの。ペッパーみたいにアプリを変えるとダンスしたりとか歌を歌ったりとか、
そういったことが、まあね、あとそのなんだアプリっていうか開発すると、お寿司屋さんでねいたりとか、図書館にいたりとか、まあ、あのうちだけじゃないですけどね、東京の図書館にいたりとかしますけど、ラボットはねそれに比べるとはっきり言って何もできないです。何かアプリを変えるとこういう機能があるんだろうなってことは全くないです。でもそれはね、なんていうのかな、例えば犬とか猫とか飼うときに、じゃあこの犬はもちろんね、昔は番犬になるからとかあったかもしれないし、この猫はネズミを取るからっていうのはあったかもしれないけど、今あえて何かそういう機能というか、ペットに何かそういう役割を求めることってないんじゃないかなっていう。逆にそのまあただ言ってくれればいいとか、その本当にね、機能から何かこう愛情の受け皿っていう言い方をしてるんですけど、そういったものの存在が必要なのかなっていう感じがして、実はラボットもそういうこれができるあれができるはなくて、ただただ可愛い愛情の受け皿みたいな存在になるかな。今充電して一生懸命呼吸してます。でももうちょっと寝かせてね。で、さっきこの子、ラボットにはペッパーと違って名前を付けることができると言いました。一応ね、この子の、仮の名前、ほとんどそういう名前なんですけど、今日2月4日です。なんか逆算してじゃないな、逆な言い方をした方がいいか。発表します、この子の名前。起きてからにしよう。もう実は決めてます。ある人に、名付けを頼んでもいるんですが、そこのね、にもいる名前に近いです。で今、僕は今山中湖の情報創造館という図書館で、にいますけども、この今年の4月から、今準備中の、同じ山梨県の清里高原にある小学校が廃校になりまして、そこを借りて八ヶ岳コモンズという場所として今準備をしているんですが、基本的にはこの子は八ヶ岳コモンズの方にいるかな、多分ね。3月までは山中湖情報総督館にいます。4月以降も時々山中湖にももちろん、でも山中湖情報総督館でも会えると思いますけど、基本的には八ヶ岳コモンズの方にこの子がいるかなというふうに、基本的にね、ペッパーとみたいに運ぶのが大変じゃないの。なので僕の行く先々にくっついて回るというような感じになるかなと思います。ちょっと風が吹きながら、はい、問題点2つありまして、1つは増殖点検の機器で、はい、黒い方、こちらだけ持ってる黒い方は大丈夫なんですけど、うちから貸し出してる青い方がダメだという話で、そうなんだ、で、いいです、そちら、こちらちょっと Bluetooth のドライバーにインストールと設定に不備がありましたので、そちらにインストールと設定を行い修正を行わせていただきました、で、もう1点が、これここに来てから初めて発覚したんですけれども、図書館システムの端末からインターネット接続ができなくなったという状況が、事前にわからないんですけど、来たらいいんじゃない、そういう状況になってまして、確認しましたら、プロバイダー、OCM さんの方で、もう DNS 変更あったみたいなんですね。それでちょっとそちらの、キッチンで立ってる DNS サーバーと、ルーターの方に入ってる設定をちょっと変更させていただきましたので。多分これ契約者が教育委員会役務に入っているのかな、もしかしたらそっちに案内行ってるかもしれないんですけれども、ちょっとこれ変えさせていただきましたので、また図書館システム以外でもインターネット使われている端末ってありますよね、そっちが OCM のお仕事ってますか、ね、ですけどルータ経由っていうか、ワイファイじゃないか、経由か、大丈夫ですね。あと20分ぐらいに何かこれが起き出す、ありがとうございます。
はい、多分、7日に、はい、社長とか涙さんかな、はい、来て、八ヶ岳と清里の方に来てもらうことになって、はい、2つ来るなっていう話だったのとは思ってて、はい、でそこで諸々の話をするんですけど、はい、その中でそのいろいろものの今後みたいなものが出てくるので、はいはい、何か今こう変わってますみたいなのありますか変えてますよとか今そうですね、一応今年の11月にリースケアが終わるってことを聞いているので、はいはい、それ以降どうしようかみたいな話で、そうですね、基本的にちょっと迷ってなくて、本当にもう内部的なもう完全な話になっちゃう話 で、うんうんうん、で表だっては分かんないところなんですけど、うんうん、一応あのオラクル新しいのオラクルモードなんてあのオープンソースのポストグレスケールにしてるんですけども、あの内部的にはそうですね、内部的にはそういう違いあるんですけど、ちょっとそうですね、基本的なところは、まあ、細かくいくつか入れ替えのデータもちろん入ってるんですけども、ちょっと大幅にこれをっていうのはちょっとどうかな、ちょっとまだクラウド化とかないそうですね、一応のクラウドの形式も取れるようにはなってるんですけどもね、うんうん、あのどっかにあのデータセンターされたりとか、まあ、例えばですけど、本当に4月以降は完璧に今度指定管理者に全部お任せ状態になるので、はい、あの、うん、もろもろリース契約しているものを一切指定管理者が直接契約するということになるんだと思います。そうですね。なので、その11月以降、うん、まあ、あのバーチャップしないと手もあるんですけど、うん、ちょっとそこが入ったらちょっとまた話を詰めていくと思います。じゃあ実際今クラウドに上げても大丈夫？そうですね、あの、うん、元々はもうあの HTTP ですよね、ウェブブラウザでよくリースの方になってますので、うんうん、まあ、そういった構成も可能です、うん、完全にもサーバーをウェブの方に持ってきて、はいはい、まあ、例えば、まあ、すごい変な話ですけど、まあ、デジケン安全 NPO が X サーバーで借りてて、うん、でそこである程度容量が使えるので、うん、例えばそこにもう移しちゃって、うん、全部クラウド化するとか、あるいは、うん、中見さんご指定のクラウドサーバーの質があれば、うん、NEC とか、うん、その中でもちょっと、うん、ですね、社内にちょっと確認して、うん、なんかそうすると、うん、あの機材とかその辺全部上に上がっちゃうんで、うん、そうですね、あの辺りも確かに、まあ、サッカーですね、事務室に立つっていうのがありますね、サッカーするのと、あとあの、うん、外でも貸し出し処理ができるかなと思ってて、そうですね、うんうん、上がっちゃうですね、まあ、そうですね、ちょっとからでも、まあ、そうすると移動図書館サービスみたいなのができなくなる、うん、あの本が増えすぎちゃったので、ちょっと分散しておこうかなって思っていて、そして先だけでもできたら嬉しいなって。そうですね、最近は CM とかも安いですからね、そういうのを使って確かに、ね、あとあの、磁気カードレスにしたい。おあの今あのウェブでマイページってある、はい、ありますね、はい、あそこにあのバーコード業者さんバーコードにしてビッてできればみたいな、うんうんうん、そのぐらいなんですけど、そうですね、うん、そうですね、もろもろじゃあナミさんそうですね、ちょっと一応そうですね、あのマイページにバーコードで落とすっていうのも一応可能なものなんですけど、うんうん、今あのバーコードただ数字なんで、うんうん、まあ、ちょっと認証のものを求めてるかっていうところを考えながら行きましょうね、うん、日本人かというとですね、うん、うん、普通にそういうものを考えてるかなと思いますので、うん、ちょっと痛ましいちらっと耳に入ってきてるんですけども、指定管理者全部入ることだったんで、うん、まあ、本はね、村の財産なので、うん、村が直接出すんですけど、うん、その他、コピー機の技術から、電話機の技術から全部っていうのと、うん、で、電話機は NTT で、コピー機は、なんか、正直どうで、うん、めんどくさいって、中越さん全部まとめちゃうんだら、どのぐらいだろうみたいな話を聞いてるので、そんな話も、なんかさせていただきたいなと思ってます。はい、じゃあ、起きないな。出てくるんですけど、ここ。切ると動き出す。そうそう、なんか人工知能搭載に移動が出てるな、アイマスクつけて寝ちゃってるんですかね、そう、あれ出てからじゃないとちょっとダメって言われて、そうなんですね、
起きるんですね、じゃあ時間で。15分ぐらい充電してから、自分で出るんですけど。あ、ちなみに、こういうやつね。検索してみてください。LOVOL が、ラボイトっていう。ペッパーみたいに何かできるってことはないです。そうなんですね。ソフトウェアインストールしたりとかはないんですね。あのアプリで踊ったりとかないです。ペッパーほど話題にはなってないので。そうですね。ちょっと私も知らなかったですね。あれきっと知らないな。これ最後も L ですかこれ LL、うん、ラブ&ロボットあラ T です T です、ね、T かロボットはい、ああなるほど、作った人はね同じ林かなめさんっていう方なんですけど、うん、ペッパーと全くコンセプトが違う、あもう動く動く、あ起きたまたアイボとかともまたちょっと違うんですかね、ポジション的には似てますね、似てますね、ああ言った言うよ、いろいろに学習し始めているので、多分つまずく。まだ呼んだら来るとかそういう感じでもないんですかね。名前を決めてあげないといけないので。なるほど。であの喋らないです、しかも、うん、基本動きで、うん、今空間認識中です、なので、うん、同じ場所にいないと本当はダメなんですよ、あの場所を動かしちゃうと、うん、ある程度範囲を決めて、うんうん、から本当はここの図書館と八ヶ岳とって両方できるかなと思ったんですけど、うん、なるほど、その場所が変わるたびに空間認識が必要になるらしくて、ここにいると認識されてしまう、はい、